ジャーナリズムの授業だとない鮭取り組む鮭ではね、本日は、サブ端末をね、3周年バグディス感謝ガチャをやろうと思ったんですが、なんとなんとね、この三大進化論という、まあ、進化神化祭りの派生系みたいのがあったので、でサブ端末全然起動してなかったんですけどもね、オーブ50個まで溜まったんで、ちょっと10連引いてみたいと思います。それでは行きますよ。金玉確定、10連ガチャ、ガチャルルル。これはね、久々のガチャですからね、サブ端末。俺はなんか、意気揚々と、いろいろポン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 って出るんじゃないかと信じております。じゃあ行くよ。ストライク、開け。よいしょ。さあ、何が出てかな。とりあえずね、ストライクショットは言わないと。久々のガチャなのに。止まるだろうな、でも。あ、星4とか作れなかったね、そういえば。今回のアップデートで。初心者にもわかりやすい。これは星4。ははは。これは星4。はい、次、どうぞ。さあ、こっちの端末はね、あんまりガチャ行ってなかったんで、結構止まる気がする。おお、コルセアの神化が出た。まあまあ、嬉しいよね。サブ端末絶対持ってなかったはずなんで。おおお、もう一回止まれ。来る？来るんじゃない？んー、せっかくな重心化は来ない。なんなら星4っていうね。まあまあ、実際とかね、一体でも出れば儲けもん。別に排出率がアップしてるわけではないので、まあ、良かったんじゃないかなと思います。それではね、3周年、爆絶感謝ガチャもね、引いてみたいと思いますが、こっちの端末ね、坂本龍馬持ってるんですよ。なので、火属性はいいかな。なので、ラファエルか、ロビン、ガブリエル、キスキルラ、ロイゼ、ロキ。木か光で悩んでますね。光にしましょう。じゃあ、いけるガチャるよ。頼むよ。はい。お願いします。行くぜ。3周年、お願いいたします。引っ張れ！引っ張ったよ。さあ、ソン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 と、ゴーゴー。いやふぅ、これなんだ？ゲイボルグが、まあ、宮本武蔵かな、こん中だったら。いやー、なんとも言えない。まあ、宮本武蔵が使えるから唯一の救いかな。かぁなんすか、家を全速で押す。まあ、あれ、マミちゃんが来た。マミちゃん。はい、ということで、サブ端末は、宮本武蔵という結果になりました。みんなはね、何が出たのかぜひ教えてください。残念。で、まあでも、まあ、宮本武蔵自体は強いからね、いいんじゃなかろうかと思います。ということで、ここまで見てくれてありがとう、つくま、きり。黙らんな。動画を見てくれてありがとう。スマートフォンでご視聴の方はチャンネル登録をタップ。パソコンでご視聴の方はチャンネル登録ボタンをクリックしてください。また動画以外では Twitter でいろいろとつぶやいてますので、ぜひフォローしてください。たまらんな。